痛え、なんだ、またお前か。殴る以外の話しかけたないのか。毎回殴って、うん、で、なんだ、ボートスピード欲しいです。どうしたらいいですか。ボートスピードがないってことは何かしらの原因があるんじゃないのか。例えばさ、その明らかなオーバーコンディションでメイントリムせずにハイカードたちが頑張ってないとかさ。ハイカードダメってことっすか。ハイカードはダメじゃねえよ。最大のデパワーはハイカードって言うぐらいだしさ。でもさ、めちゃくちゃ下流れしてんのにハイカードたちが頑張ってないのはそれは違くねえか。じゃあハイカードダメってことっすか。落ち着いて。OK。ハイカードはさ、確かに大事なんだよ。大事なんだけどさ、お前はまずハイカードの他に頑張ることがあるんじゃないのかなって。じゃあハイカードダメってことっすか。だからハイカードダメじゃねえっつってんだろ。いいか、よく聞け。ボートスピードの要素はハイカードだけじゃねえんだよ。メイントリムだったりさ、そのチューニングだったりいろいろあるんだよ。でもさ、俺はお前のこと好きだぜ。体重あるし、一日中ハイカードできるしさ、全部ハイカードで解決しようっていう脳筋プリも大好きだぜ。お前のガッツはチームに活気を与えると思うし、そのいつかはお前のボートスピードが覚醒すると思う。うん。ただそのお前はヘルムスよりさ、バラストの方が向いてんのかなって。じゃあハイカードダメってことっすか。